打撃で勝負するのももちろんですけど、まあ、それ以外にグラウンドの展開とか、まあ、相手の心を折るようなそういう展開にしたいなと思ってます。結構強い選手、まあ、そうですね、強いですけど俺も強いんで、まあ、大丈夫です。ここで2人でどういう勝ち方ができるかで、ね、これから先変わってくると思うんで。朝倉海、そしてトップライン、タイガー名対戦です。はい、足伸ばせ、足伸ばせ、はい、膝打て、膝、顔に膝打て、うん、今ちょうど兄、朝倉未来選手も声を出しています。終了のゴングとなりました。ダメでした、全然ダメだ、本当に最悪です。ちょっと疲れ果たしてましたね、失敗しました。結構腕が油酸溜まっちゃって。俺が最初から相手を分析した通りの最悪の展開を抑えてたんですけど、それに近い感じになっちゃったかなっていう。組力に力を入れすぎて打撃の展開になった時にやられると、あとタックルの距離が遠い。うわー悔しい。勝った喜びよりもなんかつまんない試合になっちゃった方が悔しいんで、これをバネにちょっと頑張ります。弟に対するライバル心とかはなくて、まあ、一心同体というか、弟が負けたら悔しいし、まあ、逆に俺が負けたら弟も悔しいと思うし、一緒に切磋琢磨できるっていう感じですかね。対戦相手のお互いの分析だったり話をよく多く時間を取ってやってましたね。一番面白い試合します、今日。まあ俺の方が面白い試合になると思うので見ててください。この瞬間がまさに朝倉兄弟人生最大の親孝行の瞬間です。修羅場をくぐってきたような、本当になんかいい目してるんですよね。迎えた瞬間に強いなって思いましたね。とにかくステップが速い選手なので、ただその代わりその前足が結構内側向いてるんですよね。後ろの手の体重を乗せるために前足を内側に入れてて、踏み込んだ瞬間にその返す遠心力でパンチを打ってくるっていう、この相手には左のローで、まあ、試合を組み立てようと思ってました、ね、とりあえず俺が取ったなっていう、ただ想像してたよりも寝技ができるなっていうので、どうしようかなっていう考えでしたかね。なんか10個ぐらい打ってくるんですよね。右フックと同時にガード上げさせて右のミドル、これが結構入ってるから相手が出てこれなくなってるっていう、あと左のローが結構入ってていいよっていう、まずテイクダウンも取っていいよ、そんなに覚えれないからって言って、他にも何か言ってましたけど、その3つだけ聞いておきましたね。はい、1日3試合この後、いやすごい重いですよ、岩で殴られてるみたいな。全試合、ね、1ラウンドで KO して意味が分かりました。1ラウンド終了、コンクが先でした。もうちょっとっていうイメージがあったんですけど、あと10秒だったら決めてましたね。兄弟同時参戦、そして兄弟同時大会の勝利を挙げています。マイクを要求しているでしょうか、朝倉未来。何を言ってやると思ってるのか、ちょっと教えてもらってもいいですか。マイク、台風のこともあって俺の試合はこう後ろに回される形になって、電車で帰れなくなるかもしれないけど、この最後まで俺の試合を見てくれたっていうことに対してまず俺を言いたかった。はい、ミスター気をつけなかったです。ナイスファイト。すまんな試合で、最後のパンチガーン正面に入ったから倒れなかった。そうですね、クロスで見たんですよ。足に入ったけど倒すねよかったね、さすがっすわ。格闘技に出会って、まあ、本気でやってたらこんだけの人たちを熱狂させられてて、本当に格闘技に出会ってよかったなっていうふうには思いますね。とにかく今はもう直近の年末の試合に出たいっていうことと、本当にファンが望む面白い相手とやらせてもらいたいですね。俺たち2人揃ってライジン5連勝なんで、まあそこはそろそろ実力を認めてもらえたかなってところですね。
かあのコンフェッショナルでしたっけ、はい、あれ撮ってくださいよ、はい、僕の地元で僕の生い立ちを、ぜひぜひ、その全てを見てきた先輩とかたくさんいるんで、あここまでの道のりって結構映画みたいなもんじゃないですか。大丈夫ですか、いろいろ僕ら突っ込んだことも聞いちゃって。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。いいっす、いいっす、放送できる範囲で、はい、お願いします。多分面白いのできると思うんで、あ、そう言っていただけると、はい、